ホーミーズ。2文字で揃えろチャレンジ。お題は、娘に名前をつけるなら何？せーの、ゆり。おー、5月も終わりますけど、はい、僕のね、今月のまあプチニュースはプチ整形をしまして、おー、静脈麻酔っていうのを打ちまして、うん、眠ってる間に手術が終わるっていうやつだったんですけど、言ってた自覚があって、麻雀の夢を見てたんでね。そしたらあのお医者さんの先生に酸素を捨てましたって言ってましたそういうのがありましたよ、ということでね、それも一種の珍事件ですので、珍事件をまとめていきたいと思います。はい、今度が行く前に僕たちは小学校でちょっとだけ話題になるような動画を出しております。ぜひ応援してくれるって方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは5月の珍事件まとめの歌までいってらっしゃい。酸素捨てました。稲川淳二とシナモロールの怖い怪談、どんなコラボだよ。自転車のサドル盗んだ疑い、個性発表交渉、さすがにすごい。あざだし起立しちゃった、ビグレット、めっちゃキモくなった、アンドナツさん、赤ちゃんクーナー、日本上空からブラジルの撮影に挑戦します。クラファン総額ゼロ円と、女子とか聞いたことないですか？島民のここ整備をしてるってことですか？平和な未来を作るのは法律暴力。ちょっと迷う。チャット GPT にうっせぇわの歌詞聞いてみたら、ただの暴言だった。本当の愛の画像すべて選択、クソ重い。エアポッツプロを持ってきたと思ったら、中身キノコの山、そんなわけないやろ。高校生クイズ応援リーダー、踊り若林さんとトゥースさん、バッグの柄生ハムですか？トウモロコシ好き、癖が強いな。京王線に亀のお手いた、憧れの人ランキング、お母さん先生お父さん以外、鬼滅のキャラランクイン。コロナかと思って病院行ったらガンだった、安心した、どういうメンタルだ。スナックみっちゃん日本一安くてまずい店誰が行く？ディズニーでパワハラ、お前は来期市に移動かな。そういう問題な、一人腕相撲決勝31分誰が見る？ローマ教皇がエッチな写真にいいねした、ニュース好きにさせてあげて。ねえねえ、明日遊ばない？明日一人でコナンの映画見ようと思ってたんだよね。ああ、それ犯人〇〇ってやつだよ。明日何して遊ぶ？予定一瞬で消えた。袋の書き方10を書く2、残りの袋を書く飛びすぎだ。小屋子の浜田おばちゃん戦闘態勢ガチすぎる。そっちの制服ディズニースナ、先生の資格でゲームスナ、真面目にブルーベリージャム作る動画、しょっぱなから意味わからない。猫ちゃんを食べないでください、食べ物で遊ばないでください。このクラス集合写真の日休み、おいな。音ゲーしてたらパーフェクト逃し、イラついちゃいました。カラオケ伝票担当者見たらまさかの神だった。隣の芝生は青いの現代版みたいなの書くな。電車に飢えていくドレスの情勢、一体何あった？海底大麻を大量生産、めちゃくちゃインフムな。シルバーマークと初心者マークのコンボは怖すぎだ。スタバのカップでグランデサイズの二郎系作るな。どう頑張ってもその向きで用を足す人いないな。仕事をサボってスロット来たら当たり引き、記念写真撮ったら家にいるはずの嫁がいた。僕のパパの隣にいるのは翔くんのお母さん。一体全体お前は何を見た？今からパプアニューギニア来れる、来れるわけないやろが。プレゼンなのにデスクトップ画像変えるの忘れてた。娘がいなくなったと思ったら脚立とかしていた。ファッション雑誌の女の子、お前なんちゅうこと言うんや。切ない井上銀河菊池
ライオンキング遠塚ハヤト中島陽子中田四天王は二階堂ハヤト山田太郎四ツ谷星の王子様内田マリリン江口フラワー岡田さくらんぼ小玉姫木佐藤佐藤茅ヶ崎ジュリアン沼尻すみれ前田にニャ村田パンドーラマクドナルドの呼び出し番号不吉な単語やなせっかく餌三つ用意したのにお前ら取り合うな天井からの水漏れにご注意よく見りゃ天丼だキッチンランプを修正したのにさらにミスるな増税前日定期券売り場4時間待ちマジかヨーグリーナが工事のせいでまずそうになっちゃったわかめを放置してたらとんでもないことなっていたピンポンダーマをアームでスクールでここに入れたらクリアのゲームでパワーアップレーするんだ自販機の位置高すぎないか低身長には鬼畜雪積もり雪積もりもはや何なのかわからねえ野球一筋スタディと両立早速両立無理そう母の日のおすすめのプレゼント気まずい値下げしましたトコボンボールパロディみたいになってた男子トイレ着いたけど入り口がない密室だった評定の3とミスってもパイとは間違えないだろう帰宅部に入部します目指す先ならインターホン橋本環なおじさんなっちゃった不審者乱入しちゃったポスターが反転して気色なるもうちょっとエロい俺の髪の毛を返してくれハゲの切実な願い居酒屋のメニュー表カツオのたたきの再現やめろ未就学児のロードレースの距離が500キロ死ぬど母から来たライン見たくない単語出てきたお母さん食堂ラインナップが1ミリも愛が感じない値下げしたこの価格元の価格より高えよバカか校内のポケモン保護されてます密漁者は定額ポケモンと合格をゲットできる力がありますか高級ブランドシャネルのロゴがどう見てもこれうんこやゲーム画面これ実写精度高すぎて混乱するわコロナウィスルコロナウィスル新型のコロナ生まれてたマッチしたマッチしたこちらは5人もマッチした同じペプシが値段違った高い方を進めるなマリーさんお姉さん首から下がムキムキ最新の AI 指クソ黒かったおかえりなさーい本日もいろいろありましたありましたねこの写真見つけた時衝撃的でしたねうんこどう見てもうんこじゃないの逆うんこじゃないでしょ一応さすがのシャネルのあの綺麗さを持ってしてもこれはうんこいやーうんこですわ誰がどう見てもこの先生不思議ですね評点を一瞬パイに持ち帰るっていうね3年3組やっぱパイ年パイ組みたいな面白い学校ですね。はい、ということで今回の珍事件もツッコミどころが多すぎたなと思った方はチャンネル登録、高評価と Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっとトイレ漏れる。
うちのトイレ今閉鎖してる。え？閉鎖中。え？